レイちゃん、そう、レイちゃん頑張って状態です今。アドリブで昔話してください。アドリブで昔話、あ、昔々あるところに一人の可愛らしい女の子がいました。間違えました。ちょっとこれむずいな。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんとおばあさんは、おじいさんとおばあさんの関係は冷え切っていました。長年のおじいさんからの、なんとかドラマティックバイオレンス的なものに耐えられず、おばあさんはいつ離婚を切り出そうかと機会を伺っていました。ある日おじいさんとおばあさんが喧嘩をして、おじいさんが斧を持ってきました。おばあさんはとっさにその斧を奪って山に逃げました。山に逃げて何もすることがなかったので竹を切りました。すると中から金の財産が出てきました。金の財産を手に入れたおばあさんはお家に帰っておじいさんに見せました。するとおじいさんの態度は豹変しました。これでわしの生涯も安泰じゃ。おばあさんは離婚を切り出しました。おじいさんからの冷え切ったドメスティックバイオレンス、そして今のおじいさんのわしのという言葉。おじいさんは、間違えた、おばあさんはついにおじいさんに離婚を切り出しました。するとおじいさんは怒っておばあさんを潰してしまいました。財産を持っておじいさんはどこかへ出かけました。まず竹山に財産を隠そうとおじいさんは竹山に向かいました。するとさっきおばあさんが切っていた竹山の竹の、あの先端におじいちゃんが転んで突き刺さってしまいました。自業自得。じゃんじゃん。意味わかんない、何この昔話。あ、面白い。誰も救われませんでした、私の昔話では。どうでしたか昔話。即興昔話でした。ありそう、本当。やだ、こんな話やったら嫌なんだけど。昔話って残酷だから、あ、結構ありそう。本当、昔話って残酷なの。嫌なんだけど、そんな昔話あったら。お疲れ様です。そこにはありがとう。これは女子アナをイメージした服です。家族旅行の話か。なんかあるかな。でも小学校の頃はね、あの土日のたびに遠出をしていたんですけど、
家族旅行の話か、なんかあるかな。でもね、ほんとね、パパが運転してどこでも連れてってくれたよ。今も頼めば連れてってくれるけどでもね、ほんとにうちの家族旅行と全然話取れちゃうんだけど、うちのお父さんとお母さんほどもう過保護な親はいないと思う。だってマジでどこへ行くのにも何をするのにも送り迎えをしてくれるから、ちゃんと。例えば駅に行くのにも、友達と駅で待ち合わせしてるから、徒歩駅なんてもうそんなもう5分もかかんないくらいにあるんですけど、駅そこまでも車で連れてってくれる。高速道路のどこ行く、そこまでも車で運転して連れてってくれて、帰る時も電車乗ったよで電車動いたって言ったら、あのその報告とね、その時間を計算して迎えに来てくれたりとか。車で行った一番遠いところ、車で行った一番遠いところからどこだろう。東京じゃない？え、東京って車で行ったことあんのかな、うちって。あるっしょ、あると思う。東京で違かったら多分大阪とかじゃない？車で行った一番遠いところ大阪かな、どこだ、大阪か東京の気がする。徒歩に、そう、徒歩30秒の歯医者さんとかでも車で連れてってくれます。3回目の配信最後の方しか入れなかった、ごめん。ピンクのヘッドホン何だったの？これはあれはですね、猫耳のヘッドホンなんですけど、マジ密着型ヘッドホンすぎて心臓の危機がある。すごい密閉型ヘッドホンすぎて、あの心臓の音聞こえます。早っ、心臓早くね。明日でさ最後じゃないですか、ラストだから。なんかいろいろ企画考えたんですよ。なんかね、例えば小学校中学校高校ってその各友達に電話して私の印象を聞くっていう企画だったりとかそう考えたんだけど、あとお菓子作りしようかなとか考えたんだけど、お菓子作りはする、電話するかは分かんない、電話するかは分からない。お菓子作りはしようかなと思います。食べたいし食べたいしね。お菓子作り、これ明日の時間割なんですけど、お菓子作りするとしたらこの辺かなと思います。 3,4 くらいでお菓子作りしようかな。3,4 くらいでお菓子作りをしようかなと思います。でも30分だからあんまりあのお菓子作り全部見せれるわかんないから、あの最初だけ見せて、完成はインスタの写真とか見てぜひ皆さんお暇な時ぜひ遊びに来てください。
今回10分な、嘘、18分、間違えちった文字文字、前編ひなめろでもいい、ひなめろでもいい、ひなめろわかんない、ひなめろわかんない、こんばんは、友達がどんどん秘密言っちゃうことに来た、いや電話するかマジわかんない、友達のね都合とかもあるしね、そうだから電話するかはわからないけど、もうすぐ誕生日だからケーキ作り、確かにもうちょっとで誕生日、あと何日だろう、誕生日まであと1ヶ月ぐらい、もうそんなないよね、あと何日だろう、今日17っしょ、みんなヒロの誕生日わかる、みんな私の誕生日わかってる、もしかして、あれわかってるよね、あれ私の誕生日みんなわかってる、 OK 誕生日おめでとう、ありがとう、まだだけど、いつでしたっけ、ああもうそんなこと言うんだ、いつでしたっけとか言っちゃうんだね、へえそうなんだ、そうなんだ、そんなこと言っちゃうんだね、いいんだいいんだ、そんなこと言ってフ誕生日を親に感謝する日、過去きりきり渋谷109うまいな、うまいな、いいんだそんな、そんなね言っていいんだ、ここはもうバッシーと答えるべきだよ、バッシーと、生誕ってまだ届かない、マジあれマジ可愛くね、見たみんな、あ部屋の生誕ってガチ超可愛いよね、マジねセンスあるよ、センスあると思うわ、あの生誕って超可愛くない、自分でデザインしてびっくりしたんだけど、ほんとスライム好きやね、なんで触ってんの分かったのなんで触ってんの分かった、今みんなにバレないように触ってたのに、デザインがいいでしょ、可愛いっしょあれマジで、自分でデザインしてね思ったんだけどね、やっぱ部屋才能あると思った、色が良かったね、可愛いっしょ、エイトっぽくて、永遠の17歳ということですが、次の誕生日7歳なんですが、それは 17.1 歳です、もちろん永遠の17歳なんで 17.1 歳です、もちろんねそれはそうですよ、 17.1 です、当たり前に愚問です愚問ですよ、 17.1 歳です、才能ある間違いないでしょ、才能あるっしょ、どういう計算、え、だから今 17.0 歳なのね、次が 17.1 歳なのよ、17歳をワープします、こんばんは、こんばんは、こうなってしまうことは本当は最初から、わかりました、2002年10月9日ですね、2002年じゃないわ、2003年だ、こら間違えるんじゃない、ひやろちゃんその後年寄りになっちゃう、あと1歳、いいんだそんな、そんなわかんないとか言っちゃっていいんだ、いいのそんなこと言っちゃって、もうみんなからのお祝いメッセージ超楽しみにしてるから、部屋のもうね
当日はねもう寝ないよ、なんならもう寝ないで全ての、 あのお祝いメッセージにねリプするよ。あのリプとねその人の住所突き止めて、ね、もうその人の家まで行ってね、もうねありがとうってね1時間語るよ。1時間ありがとうのリプしてくれ、そのお祝いしてくれてありがとうっていうねことをね1時間語るよね。その人の家住所特定して行って、だから楽しみにしててみんな。とりあえずリプし、あの住所特定するから。住所特定してピンポンするから、ピンポンってして、であの お礼を伝えに来ましたって言ってお礼しに行くから、ショールームしながら。ショールームしながらマジで行くからね、ショールームしながらピンポンしてお祝いしてくれてありがとうっていうのを1時間語る。その人にあなたへの感謝の気持ちを述べたら24時間あっても足りないけど、それを1時間に求めます。まずお祝いをしようと思ってくれたこと、そしてお祝いをしようと思ってツイッターを広げてくれたこと、そしてツイッターを広げてツイートボタンを押してくれたこと、お誕生日おめでとうを打ってくれたこと、そしてあのハッシュタグに奥本ひなのちゃん入れてくれたこと、そしてツイートをしようと思ってくれたこと、ツイートをして労力を使ってくれたこと、本当にありがとう。感謝を伝えたいけどうまく言えないから歌にしました。聞いてください。ベベベベベイ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 ベ。気まずい時間、気まずい時間とか言うなし、気まずい時間とか言うなし。お高い壺を買わされる。お高い壺とあの真珠のネックレスとかあの売りつけるわ。お会いする人が多くても家行ってお祝い感謝する。うん、もうだから寝ないで、もう寝ないで行く、みんなの家に住所特定して。みんなが例えばもう海外にいたとしてもヒョノは海外に行くから、海外に行く、飛行機にいたとしても飛行機の窓に張り付いてあのこの度はって言うから。任せて、マジワープで、そうワープするから、ほんと任せてください。レイちゃんから LINE 来た。そうです。そうです、あの LINE の返信できないからここでいいわ。そうだよ。そうです、 LINE の返信できない。あ、ヒアノがそのコラボ申請を送るんだよねって言ってくれた。そうだよ、見てるかな、レイちゃん。やっほー。昨日レイちゃんコメントしてくれてたらしいんだよ、ショールームに。初見です、あの初見ですと、あの配信じゃこれで終わりましたら終わらないでってコメントしてくれてたらしいんだけど、ね、全然わかんなかった。全然わかんなかった。コメント読んでくださいよ、やむって言われた。あー、おもろい。全然気づかなかった、コメントしてくれてたの。昨日の一番最後の枠にねしてくれてたんで全然気づかなかった。どじどじ、悲しい。ごめんやん、ごめんやん。これからコラボする、うん、コラボする。これから40分くらいになって、今何分だ、ちなみに。あれ本物だった、え、待って、気づいたなら言おう、言おう。気づいたんだったら目。ちょっとレイちゃんとコラボでちょっとテンション上げなきゃ負けちゃうから。あ、
37分、だからそろそろコラボに切り替えますので、一瞬一瞬切ってコラボを送るね。一瞬切ります。バイバーイ。聞こえる？聞こえます？いけた、あー来たー、いけたー、やったー、来たー、できた。待って待って、ちょっと一瞬待ってね。メイド大学。え、待って、めっちゃ時間ロスりましたね。え、ごめんね、疲れてるのに。え、全然全然よかった。イエーイ。え、よかった。できないことだった。いや、ワンちゃん、なんかわ、やばいね。あと10分しかない。10分しかないから、ちょっとね、恋愛履歴書作る。ちょっと待って。2分。そう、もうずっとからって。やばい。待って、恋愛履歴書。作りたかったね。さ、時間いけるから。え、いけるいける。え、もう先に作っとけばよかった、ね。ママー、ちょ、携帯貸して、今 iPad さ、接続切れちゃった。ママー、ウケる。めっちゃダッシュでもう爆速で帰ってきた。ごめんね、ほんと疲れてる。え、全然全然全然、久しぶりですね。久しぶり久しぶり。 LINE でテレビ通話もしないもんね。うん、しない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 からさ、顔見んのめっちゃ久々だ。え、めっちゃ久々、すごいわ。あ、そうそう、なんかのんのんさんね、今イベント中なので、あの、星とかあったら皆さん、のんのんさんの方に行って投げてください。はーい。いや、爆速で姉ちゃんに答えてもらうから。うん、めっちゃ爆速で行こう。爆速で答えてもらう。あと12分あるから。爆速爆速。恋愛履歴書。はい。履歴書。ママの携帯を奪ってきましたのでね。やった。やばい、Wi-Fi、Wi-Fi。ちょ、Wi-Fi 切りますね。Wi-Fi、Wi-Fi。行くで。はい。行くで。はい。藤園レイ。レイ。男、女？女！何年前だっけ ?2005 1月18。あ、2006にしちゃった。2005の1月18。いきます。はい、爆速。それだけでできるの？女性の友人だけが集まった席で、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性あるかもといったことを、後日女性 B が SNS 上でバラしてしまったとします。うんうん、あなたが同意できるものを全て選んでください。これ時間あるからいけるかな。いけるいける。浮気するような人はそうやって誰かに公開されて当然だと思う、仕方がないと思う。うんうんうん。女性 A は浮気するかもなどという危険な発言をした時点でバラされる覚悟が必要だったと言える、自業自得だと思う。うん、うん、思うの？何個あるの？何個あるの？めっちゃある。めっちゃあるの？めっちゃある。え、何問ぐらいある？何問ぐらいある？めっちゃあるめっちゃある。ねえ、先言ってよ。言ったよ。女性 A は友人を信頼したことが間違いだし、うん、自業自得だと思う。うん、自業自得だ。本当のことがバラされても仕方がないと思う。うん、仲間内の発言を SNS で晒してしまう人が一番良くないと思う。え、それにするそれにする。それにするの？じゃ全部だし。それにする。ところで寂しかったら浮気していいわけがないが、場合によっては仕方がないと思う。え、待って、じゃあさ、私が、あの、それに対して答えたやつに一番近いやつをやってった方が早いかもね。わかった。じゃあ質問は何だっけ？女性 A が、女性の友人だけが集まった席で、うん、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性あるかもと言ったことを、うん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 、後日女性 B が SNS 上でみんなにバラしてしまいました。どうする？うん、浮気するのも悪いけど、うん、バラすのも悪い。浮気するのバラすのが悪い。じゃあこれで。うん。行きます、次。はい。
世の中の全員の知識や技能が一旦なくなったとして、あなたが当てはまるものすべて選んでください。1週間ダンスしてさ、普通に人より踊れる？踊れない。最後何程度？ボタンの付け方とかさ、普通よりできる？できんできん。スーパーのレジ打ちは？できん。マージャンやボードゲーム？できん。平安時代の歴史とか？できない。なかなか習得できない。オッケー、次。あなたが海外旅行をしたときにフレンドリーに可愛い動物を抱っこさせてくれた男性がいて、動物と一緒に写真を撮ったら1万円ほどの金額を請求されました。うん。怒る。泣くか、払ってしまうか、うん、感謝して1万円を払うか、うん、1万円はさすがに払わないで交渉して払うか、ともにもかくにも絶対に払わないか、きっちりやり返す。きっちりやり返す。次。はい。人柄、あなたの人柄、うん。感謝する人とか尊敬する人ほぼいない？いや、めっちゃいる。割と、単純にすごいなって思うタイプ？うん、思う。芸能人やアーティスト、何かのキャラ、うん、ほぼなんか推してる？なんか推してる人いる？いる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 。複数人とかで会話してるときに、自分の意見とか求められてないだろうなって思う？いや、求められてると思う。で、ネットで出回ってるニュースとかさ、信じない？そのまま。ネット？うん。でも物による。信じるかも。じゃ、信じる。災害時に出番を生み出そうとして広めることができると思う？できない。クラクションに、車にクラクション鳴らされるじゃん。うん。へこむとか引きずるとかする？なんも？なんだよって思う。この世界は完璧ではないが、それでも概ねいい世の中だと感じる？いい世の中だと思う。改めて自分は幸運な人だと思う？思います。よし、次。はい。こういう気持ちを言っていいものか、いや、抑えるべきか、こういう要望していいものかと葛藤することある？ある。疲れる？それ葛藤してんのに。ん？葛藤すんの疲れる？めっちゃ疲れる。怒り湧いてくる？葛藤してたら。んーね、自分に対して湧いてくる。次。恋愛観などについて。両方で自信のある異性とは正直張り合わないと思う。反りか。ん？気丈で自信のある人好き？相手が？うん。うん、うん、好き。誰かとデートすることになったとして、二人がちょうどいいデートコースを、発案できる？二人で？うん。決めてほしい。世間知らずとか友人不断な人は見た目がそこそこ良くても恋愛対象になりにくい？なりにくい。デートした相手が、どっか意味わかんないところで泣いてたら、ちょっと冷めるとか引くとかする？いや、引くっしょ。不安だとしても自分の交際相手モテててほしい？モテてほしくない。マジ？うん。もうこの後の人生で恋愛する相手は一人でいいと思う？やだ。友達が多くてファッションいつも磨いてる人とまともに付き合っていけると思う？友達がなんて？多くてファッションをいつも磨けてる人。うん、うん。やばい、あと5、やばい。やばいやばいやばい。これ私なんか適当にやっちゃおう。やっちゃって。わかるっしょ。勉強、自信なくしたときや疲れたとき、誰かの食事をしたら、それは、同性と異性、どっちと食事行きたい？同性。異性3人と自分、女子1人で、話広げられる？話広げられん。引っ込み思案な同性の小学4年生と2時間一緒にいることになったんだけど、仲良くなれる？なれる。あ、じゃあそれが海外の人になった場合は？なれる。SNS で友達とつながってんの好き？好き。写真撮るとしたら一人で撮りたいかみんなで撮りたいか？みんな。複数人と会話するの好き？好き。なんだかんだ人間関係とね、どちらかでいつも悩んでいる気がする。どっち？悩んでない。あなたの活動、朝7時に集合するの疲れる？疲れない。疲れない。活動してすぎた日はたまに熱が出る？ない。
一旦横になるとめんどくさくてできる限りトイレを我慢する。ない。何らかの都合で3食ぐらい連続でファーストフードを食べることになっても別に気にならない。気にならない。近くにいたあの幼稚園児がめっちゃ笑顔でなんか自慢してきたらそれ褒める？褒める。おお。やばいやばい。めっちゃあるね。ほとんど面識のない人からいつの間にか好かれていたこと何回かある？ない。好かれて面倒だったら嫌だなって思うからもう少しその人のことをそっけなくなんか好かれた人をそっけなく振ったことある？ない。ってことだね。あの時間があるのでこれは後かられいちゃんに押し付けて、また公開したいと思います。公開する。めっちゃ面白いね。これでなんかね分かるんだよ履歴書とかが。ほんと私一回それ自分でやったことあるの実は。あ、どうだった？一回ツイッターかなんかで流行ってたよね。そう、流行った流行った。それでやってめっちゃ当てはまってた。送んなかったっけ？聞いてない。もうめっちゃ LINE 来る。ちょっとやめてね。めっちゃ来るね。LINE のさ、 LINE の通知、あのレイちゃんのさ、あの、うん、見ようと思ってさ、うん、通知つけたらめっちゃ LINE うざいんだけど。ってことで、ランキング発表します。イエーイ。10歳くわしろさん、ありがとうございます。12位じゅんたろうさん、ありがとうございます。11位りかさん、ありがとうございます。10位ベニズワイガニエビミさん、ありがとうございます。9位キラキラボスさん、ありがとうございます。8位ターボーちゃん、ありがとうございます。7位クライニングさん、ありがとうございます。6位スノーさん、ありがとうございます。5位ダイちゃん、ありがとうございます。4位エイチさん、ありがとうございます。3位ひろゆきさん、ありがとうございます。2位ベンさん、ありがとうございます。1位は海さんです。ありがとうございます。海さん、ありがとうございます。じゃあ、私の順位誰かスクショしててください。あとで言います。のんのんさんは今、ね、ビスのビスさんのビスだっけ、誰がのイベントですよね今。あ、そう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 。なので皆さん、いつまでですか？明日。明日？明日までだそうなので皆さんぜひ、なんかインスタのストーリーに明日のなんか日程表みたいな載せてるのなんか見たので、皆さんそれぜひ、そう、これこっちかな、どっちだろう、こっちの、いい子だね、ぜひ皆さんこれ遊びに行ってあげてください。見てね。あ、私も明日オルガン坂の間に見れるかも。やった。皆さんじゃあ明日ね、ぜひぜひぜひ見てください。いい子ですね。頑張ってほしい。てか、やばい、59分じゃん。履歴書後で、ね、後でやりましょう。ありがとうね、来てくれて。ね、いや全然、めっちゃ楽しかった。やります、恋愛履歴書。ちょっとしかまたやろうね。やりましょう。これ勝手に消えるの？うん、多分10時だったら勝手に消える。10時まで10時まで頼もう。だって1個上。ありがとう。またやりましょう。いつ切れるんだろう。明日6時からだよ、頑張るよ。早起きめっちゃ。あ、だから最近早起きなんだ。そうだよ。朝めっちゃ LINE が6時とかに来る。早っと思って。ねえ、頑張ってください。イエーイ、いつ終わるんだろう。ありがとうございました、ね、みんな。疲れてるのにごめんよ。全然全然、超元気、16歳なんで。バイバーイ。17歳も元気です。すいません。